はいはい出る出るみたいなノリでした。断る理由がなかったのでやるって言わなきゃよかったなって思って、すごい怖いわけですよ。自分でもう台本読みたくない、手元に置きたくないって思うぐらい怖いってこと、まあ、本当に怖くて読めなかった。1ヶ月ぐらいほったらかしにしちゃったので、いやもう綺麗すぎて、ああ綺麗だと思って、あの私さんでいらっしゃる時はあのいつもと全然雰囲気が違うので、もしもし、マジですか。気持ち悪かったよ、見てこれ。やっぱ怖がりなんだなと思いました。ね、ホラーに関しては引退宣言とさせていただきたいかなと思います。楽しかったな、こんな体験を現実にはしたくないなって。あまりにも怖くて途中からずっと目をつぶっていて、でもその後ちゃんと見たんですよ一応。3、2、1